日本グランプリは日本で開催されるオートバイレースの名称である。1963年に第1回の世界選手権日本グランプリが鈴鹿サーキットで開催された。その後富士スピードウェイでの開催も含め1967年までに5回開催された。1987年に世界選手権が再び開催されるまでは、 全日本ロードレース選手権の鈴鹿サーキットで開催される最終戦に日本グランプリの名称が使われた時期がある。1987年に再び鈴鹿サーキットで日本グランプリが開催されるようになり、以後鈴鹿サーキットでは WGP、モートジッピーと会一両再後方レースを開催するようになる。1999年より、 ツインリンクモテギと鈴鹿サーキットの各年開催となる。しかし初開催されたツインリンクモテギでの開催実績が良かったことから日本で年2回開催になり2000年より春に日本グランプリが鈴鹿で秋にパシフィックグランプリがモテギで開催されるようになった。この2000年の日本グランプリでは地元日本勢が 125cc が1位、ウイヨ2位、上田登る。 3位、東ず雄、まさお、250cc が1位、加藤大二郎、2位、宇川徹、通3位、中野真也、500cc が1位、安倍則文、ふ3位、岡田忠之と、表彰台 K9 ポジションのうち8ポジションを独占する、快挙を成し遂げている。特に 250cc は3人が絡み合うように、チェッカーを受け、1位から3位までがわずか0秒231という大会史に残る。 大接戦であった。しかし2003年大会で、モートジッピークラスで、加藤大二郎の死亡事故や、アレックス・バロスやマルコ・メランドリーが大怪我を、負う事故が、相次いだことから、鈴鹿サーキットの安全性が問われ、2004年以降の、同サーキットでの開催が中止、ツインリンクモテでの開催が、日本グランプリとなっている。なお現状鈴鹿サーキットが、モートジッピー、 セーフティーコミッションの求める項目を満たすには、スペース的な問題で実現がかなり困難である上、この年にフィムのグレード A 認定が取り消され、グレード B 認定サーキットとなったため、鈴鹿サーキットでの日本 GP 開催は、現状ほぼ不可能な状況であると言える。2010年大会は、当初の予定では4月23日から25日に、第2戦として開催予定だったが、 アイスランドのエイアフィアトラヨークトルの噴火によって大規模な空路封鎖が発生しライダーやチーム関係者の移動が困難になったため10月1日から3日に開催が延期された翌2011年の大会は4月22日から24日に第三戦として開催予定だったが東日本大震災の影響で9月30日から10月2日に延期された 福島第一原発事故による放射線の影響を警戒するライダーが多く一時は開催が不安視されたがフィムがイタリアの第三者機関に委託した調査の結果放射能の危険は無視できる程度であると報告され最終的にはほぼ全てのライダーが参戦し無事開催された2020年の大会は新型コロナでドルナ社は 欧州開催に集中するため主催者は、中止を決断。MFJ モートジッピー、日本グランプリ開催延期について、フィムアナウンスメント、グランプリオブジャパンポスポンド、m o t o g p c o m http://www.motogp.com スラッシュ en スラッシュ news スラッシュ2011スラッシュジャパン GP ポスポンド2011年3月15日閲覧 http://www.bikesportnews.comslashnews.cftevnews タイトルイコールロアシドロレンツォ、アンハッピーオーバーモテギモトジッピー、ラウンド ニューザドイコール 389http コロンスラッシュスラッシュ www.motogp.com スラッシュ j、ja、スラッシュニューススラッシュ2 0一1スラッシュグランドプーリーオブジャパンステートメントフロムザフィムありがとうございます